こんにちは、速稼塾の久保です。第2次定額給付金の話題は長かったんですけども、一旦ね、蹴りをつけて、新年になりますね。定額給付金の続けてのこう希望、要請っていうのはね、運動っていうのはで、私今回ね、とってもね、言いたいことがあるっていうか、それはないだろうみたいなことがあるんですよ。それはですね、公明党の山口代表なんですけども、国民の多くの国民の声としては、多くって言ってもね、どのぐらいか分かりませんけども、国民の希望としては、特に中小企業経営者さんとか店舗の経営者さんとかね、そういった方の希望は、やっぱり国民一律給付、もしくは事業者支援、いわゆる生活支援だと思うんですよ。で、国民生活支援についてもっともっとね、協議していただいて、そちらの方の保証金額、こちらをね、店舗を休むにしても、時短営業するにしても、普通の一般市民にしてもですね、いろんな行動とか自由が今制限されている状態です、ね、で、しかも GoTo なんとかキャンペーンがやればいいのかやっちゃいけないのかわからないような状態で、で、あれですよね、菅総理も専門家の意見を聞きましてどうこうって言ってますけども、すでに分科会の尾身会長の話はもう聞いてないですよね。もう聞き取りもしてないし、尾身会長が提言してもそんなの無視してね、もう明後日の方向に行って GoTo キャンペーン延長みたいなことしてるわけですよ。何よりもね、医療従事者の方のことを全く考えてないまんまここまで来た。そしてこれからも全くね、その負担っていうのを考えてくれてないなと。医療従事者の方がどんな気持ちで働いているのか、その横でですね、 GoTo なんとかキャンペーンっていうのが延長されたら、じゃあその金なんで医療機関に出してくれないのみたいな。世の中ではそうやってね、旅行しましょう旅行しましょうって言って焚き付けといて、人の移動があったら、やっぱりそれなりにね、事故も増えるし病気も増えるし、それから例のね、感染症も拡散するしということで、まあエビデンスがないって言ってるけども、エビデンスを取ってないんですよ、わざわざ。エビデンスが出たら困るから。で、この前東京大学どっかがね、エビデンス取ったら、やっぱり GoTo で移動する人、食事をする人の影響で倍ぐらいに感染者が増えるんだっていうね、まさにエビデンスを2万8000人ぐらいのアンケートのもと出したわけなんですけども、それもまあ無視してね、菅総理やってるわけなんですよ。で、今ね、菅政権を止めれるのって公明党の山口代表ぐらいしかいないと思うんですよ、ね、まずは GoTo をちょっとね、仕切り直して一旦停止にして、で、また別の時期からスタートしましょう。でもいいと思いますしね、 GoTo がダメって言ったらじゃないんですよ。今やるべきなのかなと。多くの国民が使うに使えないし、使ったら非難されるし、で、しかも医療従事者の方なんてのは GoTo とか全く関係ない、外食もできないわけですよ、いろんなこと考えて。だって自分が体壊したりね、感染したらもう病院から撤退しないといけないし、その恐怖があるから、もう早めに感染しないうちに職務を離れようと思って、看護師さんの流出とか止まんないわけですよね。だ、そういう現実を目の当たりにして、なんかその、山口代表も公明党なんでしょう。山口代表は公明党の今までのなんか国民に寄り添うだとか、小さな声を聞くなんとかとかね、あんなんか全部そっぱちですよこれね。公明党最悪ですね。公明党も結局その菅政権にもうおんぶに抱っこというかね、もう飼い犬になっちゃって、いや本当になんか山口代表どこ見てるんだろうと。で、今回医療費の引き上げに合意してるわけでしょ。で、国民からぶん取ることはね、山口代表もすぐ決めるんですよ。これとてもじゃないけどね、創価学会の人ももうちょっとね、公明党をなんかお願いしますお願いしますとかって絶対投票しないですよ、こんなことだったら。俺は絶対嫌だね。本当に私の塾生さんとか市長さんにも、その創価学会の方いらっしゃると思いますし、私ね、近所に創価学会の方がいて、結構ね、熱々と話すことがあるんですよ。でもね、これはないだろうと思いますよね。特別定額給付金をすっ飛ばしてね、そこまでは、いろんな事情があるにしても、今度ね、国民からより多く分取ることに合意するというね。いや、これどう思います？これ、しかも、いろんな事情があると思いますよ。この医療費を引き上げるっていうのは、病院に集中する、患者さんというか後期高齢者の方を少しでも抑えようって意図があると思いますけども、でもね、75歳以上の方で、しかもこの GoTo なんとかで人の流れが加速してる時にね、これはないだろうと思いますよね。すぐに実施されるかどうか分かんないけども、この2割負担っていうのが、なんかこの暗い影を落とすんじゃないですかね。多くの誰が良くなるんですかね。国民生活支援もしない、第2次特別定額金もしないで、事業支援も打ち切る、潰れる会社は潰れろ、
業態変換するとこだけなんかね手を貸すよみたいな、それは筋が通ってなくもないんですけども、業態変換ができるような資金があるところ、余力があるところってどこなんですかね。だってどこもかしこももうね、余力もないし人もいないし知恵も絞りようがないし頑張りようがないと。しかもお金なんてのは借金にコロナ融資を受けてダブル借金ですよもう、うん、だからこんなところにね業態変換する余裕がないんですよ。で、だいたい補助金って手出しがいるんですよね。全体資金の3分の1は自己負担ですよみたいな。じゃあ金が全然ないところで最大で例えばね1億円のなんか補助金ですよとか言ってつけるけども、じゃあそもそも1億円丸々使えるかっていうと、手元に3000万がない会社は無理ですよね。手元にあるのが30万ぐらいだったら、じゃあ100万ぐらいの事業しかできないんで業態転換できないですよね、そんなのは。で、そういうふうなことでね、補助してるよって見せかけて結局使えないものばかりで、まあ、死滅するのを待ってるのかなと。で、それを、ね、公明党も見ているというね、ちょっと国民の、ね、側に立って守ってくれるようなね、そんな政党ではないかなと。公明党さんについてはね、私はそういうふうに聞いてましたよ、創価学会の方から。創価学会の方も今までずっとね、公明党お願いしますとかね、公明党はこんないい政党なんですって一生懸命言ってくれてるんですよ。言ってくれてるの、これね、山口代表の言葉とかね、行動一つで、なんだ結局創価学会そういうやつらかよってなっちゃうんですよ。なんだ公明党って結局はあれじゃないかよ、自民党寄りじゃないかよ、金持ち寄りじゃないかよみたいなね。何が小さな声を聞くだよって、でかい声しか聞いてねえくせによみたいな感じになっちゃいますよね、うん、だからね、創価学会の方は非常に今ねすごくやきもきしてるんじゃないかなと思うんですよ。今まで多くの方にね呼びかけてきたことの立つ瀬がないと思うんですよ、こんなことされてみたら。で、確かに今年の春にはね、山口代表の一発でね10万円の特別定額給付に出ましたよ。でもいつまでもそれをね誇らしく語ってちゃダメですよ。だってもっと必要な今すっきり変わるんでしょ。何なんですかねこれ、うん、ダメ元でもちゃんとねメディアに対して私は国民生活支援訴えかけたんです、菅総理にとか言ってからね、ちょっと今回言ってくんないですかね。それで結果的に出ないんだったら、山口会長本当頑張ってくれたねと、なんと頭が固い菅政権だねってことになるんですけども、山口会長が国民からお金をぶん取ることに同意しているわけなんですよ。なんなんでしょうねこれはね。山口代表、国民の味方ではなかったのかな、どうでしょうかね。私は悲しいなこれは。あとね、私がこれもねぜひとも言いたい、創価学会の方の中には結構ね生活困窮の方とかいると思うんですよ。だからこそ宗教に携わってみたりとか政治に期待をかけてる方、本当に熱心にやられてる方いると思うんですよ。で、その生活困窮の方とかね、そういう方の声が届いてるはずなのに、何なんですかね、生活保護制度についてもうちょっと切り込んでほしいなと。私今ね生活保護制度を値上げしようみたいな動画を撮ってちょっと寝言言ってるんですけども、いや、この寝言すら言えない公明党って何なんですかね。だって生活保護費今の金額で足りるわけないでしょこれ。あのね、切り詰めるって言葉がもう出ちゃダメなんですよ。節約はね、ある意味ね楽しかったり経済効率高める上で必要だと思いますよ。こまめに電気を消すとか水道の蛇口キュッとしねるとかね、そういうのはあっていいと思うんですよ。無駄なものを買わないとかね、もったいないから再利用するとか、切り詰めるってのはそのレベルじゃないですからね。お腹が空いてるけども3食を1食に減らすとかね、2日に1回しか風呂に入らないとかね、しかも溜めるお風呂が20センチだけとか、この寒い時期に。それが切り詰めるって暮らしですよ。切り詰める暮らしに何もないですからね、ただ生きてるだけなんですよね。切り詰める暮らしっていうのは言ってみれば寝たきりで入院してるのと同じような感じなんですよ。で、そのお金さえ渡せばね、そういうふうな方も切り詰めてる方ものびのびと趣味や自分の可能性に打ち込んだり社会参画したりとか笑顔が増えたりとかね、笑顔が増えればその人を見ている人も笑顔になるわけですよ。でも金がないから付き合いませんとか、うちは切り詰めてるんですとかになってくるとどうですかね。それこそね、労働者と生活保護の対立っていうのはそういうところに生まれてるんですよ。だって一生懸命頑張っても15万とか20万の手取りがない人が生活保護のね金額が10万とかね15万で、まあ俺らより低いからいいかみたいなことになってるわけですよ、ね、で生活保護費を例えばね30万にしようみたいな寝言を言ってるだけでもう働く気なくなった、全員生活保護だみたいになってるわけですよ。だからこれは完全に自分よりも生活保護の所得が高いのが許せない、低ければ我慢してやるみたいな
その労働者と生活保護の対立も作ってるんですよね。でも本来例えばね、月収が50万とか100万の人が生活保護費が値上げしたからって言って怒りますかねってことなんですよ。じゃあこういうふうな労働者の賃金体系に対しても公明党さんしか切り込めないじゃないですか。だから何もかもね、公明党の働きが悪いというつもりはないですけども、言いたいのはね、国民の生活支援を袖にして国民からお金をぶん取ることにはこういうふうにね、すぐに決めちゃうね。いや本当に山口代表ね、山口代表をね、国民からお金を取ることにはすぐに自民党に合意するでしょ。これ何なんですかね。創価学会の人は公明党お願いしますって言ってくれてるんですよだから国民を苦しめる政党をお願いしますって言わせていいんですかねっていうのが今回私の言いたいことなんですけどね。いや山口代表も結局はあれですよね、上級国民なんですね。これはね、公明党上級国民万歳万歳ですよね。創価学会さん、なんとか言ってもらえませんか、これ、創価学会の YouTube チャンネルで私ぐらいの主張をしてくれる方がいるといいなと思うんですけどね。まあなかなか厳しいですよね。でもね、そうは言ってもね、でも今回ね、山口代表がこういうふうにね、なんか国民からお金を取ること、しかも後期高齢者からお金を取ることにやすやすと合意してしまうっていうのは、私はね、深い疑問を感じますね、これはね。深い疑問。誰の味方なんですか、山口代表、公明党。誰の味方なんだ、誰だ、ブラロー。バンシーに値する。ね、最近は西田昌司さんのバカかっていうのとね、バンシーに値するっていうのが結構気に入ってるんですけどね。まあ、西田昌司さんはそういえば自民党だな。すごいですね、自民党の中にいて、自民党に食ってかかる人。だから内部から革命を起こすようなね、西田昌司さんみたいな爆弾男みたいなのも自民党の中にいるんですよ。私たちは自民党議員さんのこと知らなすぎるんですよね。名前が30人ぐらい言える人ってあんまりいないでしょ。だからどういう人がどんな活動してるかをまず我々がね、よく知ることによって、誰を応援すればいいのか、自民党も10羽一からげじゃなくて誰に期待をかければ変わっていくのかってことを見ていくとかね。それから公明党もはっきり言って山口代表以外は無名なんですよ。私も知らないんですよ。だからこの山口さんっていうのが代表として適してるのはどうかですよね。適してないんじゃないですか、これは。だってでも完全に保身じゃないですか、これ、公明党って。このままだったら代表がね、身を投げ打って国民を守ろうって意識は全くないですね、これはね。それこそ国民を売り渡して、創価学会の人を売り渡して、公明党だけ生き延びようと思ってる、その意思がありありとしているように私は思うんですけどね。もうね、私ね、公明党の創価学会の、ね、会員さんがね、本当に熱心に涙ぐましいことを一生懸命されてるのを山口代表がもう不意にしてると思いますよ、これは。もっとね、一人の人の声っていうんですかね、自分を支えてくれてる、公明党を支えてくれてる、そういった人たちの、なんかその両手を見てほしいですね。このボロボロの両手をね。で山口代表だけ綺麗なつるっとした手をしててはいけないと思うんですよ。権力者っていうのは常に渦中の栗を拾うではないですけどね、危ないところに真っ先に飛び込んでいってくれて、その背中にね、私たち国民を背負ってくれてる姿、それを期待して一票投じたんじゃないかと思いますし、公明党お願いしますっていうね、熱心な創価学会の方もきっとそういう姿を確信して期待して私たちにね、その一票をくれませんかというふうに言ってると思うんですよ。ただ私はね、これはね、創価会の方の活動にはものすごく敬意を表しますけども、公明党はダメだなと思うんですね。公明党はもうこれはもう終わってますよ、これは。もうね、自民党の二軍という名前を変えた方がいいですよ、これ。公明党はもしくはもうね、連立をやめて公明党さんだけでやってください。十分できますよ、こんな自民党よりは公明党さんが単独でやった方がいいですよね。まあ、ぜひね、勇気ある決断待ってます。とにかく国民からお金をぶん取ることにはすぐ合意、これはやめましょう。やめてくれないと思いますけどね。創価学会の方、どのようにお考えでしょうか。この山口代表の態度、これはなんか深い意味があるんでしょうか。私がね、ただ感情に任せてイライラと言ってるだけかもしれませんけども、ね、ちょっとあまりにもないなと思いますよね。定額給付金出ないならまだしも、
さらにお金を取っていこうみたいなね。なんでこういうことはすぐ決めるんだと繰り返しますけど、国民から金取ることはすぐ決めれますよね、これ公明党さんのね。天皇陛下万歳ですよ、これは。じゃあ行ってらっしゃい。